じゃあ受験勉強を始めていてね、実際こうエネルギーが出てこうほんまやらなあかんわって思ったきっかけとかなんかある？なんか浪人して、うん、最初の時4月5月、うんまあ、コロナもあって塾閉まってたから、うん、その辺その間全然やってくれてなかった、うん、まあそんな感じだったね最初の方はでまあその6月7月になって、うん、まあみんな塾行く気がするじゃないですか、うん、授業が始まって、うん、でその時に、うんまあ、浪人してた友達がみんなすごい勉強してるし、うん、そうやな。その時に自分は世界史が浪人が初めてやり始めたんで、うん、ほんまに追いつかないやばいなっていう気分がありました、うんうん、でその時にまあ、神戸工業の男の子、うん、サッカー部の子とか、うん、6割のラグビー部の子とかっていう子がおって、まあ、そのあんまり言い方良くないかもしれないですけど自分見かけやったから、うんまあ、もうちょっとなんかレベルが下って言ったらあれなんですけど、うん、自分よりも自分がまあなんか本来やったら上っていう言い方も、うん、まあ普通そう思うと思うわいやそれは、ね、別にそこら辺謙遜するのも普通やわ。だから多分僕もこう想像するには、まあ、三上高校できてで浪人で頑張っとってで会ってみたら神戸高齢のサッカー部しかも全国制覇してるしであと6回のラグビー部の子も10月までやってるし、あとあの県足のテニス部の子、女の子、あの子ももうむちゃむちゃできとったから、それは見かけおったらやばいと思うような普通は、うん、あの子らはあの子らで逆に見かけに負けるからやってるから、まあそこの相乗効果もあったかもしれんけど、でその子らみんなどうしようかって言ったわけやから、まあ、その子らみんな現役でどうしようかって言ったから、で自分らの学年も浪人の子らみんなよう頑張ってたやんか、まあ、だからこう目の前でやってる子見たらどうしてもスイッチ入っちゃうって感じやんな。そうです、うん、でもなんか負けて悔しいとかも結構あった。それって映像授業はあんまないんちゃう？いや間違いない、全然ないです、ほんまにないです。ちょっと全然想像できない。なんかブースにこう入ってる感じ、はい、分けられてます。じゃあ横の人何しようか分からへんってこと、はい、個人ブースそう競争はできひんかな。まあ何でも部活でもそうやけど、部活転職やったっけ、はい、やっぱり競争あるやんか、はい、競争があった方がちょっと自分のモチベーショングッとアップしてやる気もプラスされるやんか、まあ、それも勉強に利用してた方が絶対いいと思うしね。でほんならじゃあ富士セミナーで英語の勉強始めて英語力実際ランキングにもごつアップしとったけどさ、はい、なんかその要因とかこの勉強やったら英語の成績上がったわとかなんかある？あ復習するときに音読っていうのは絶対してました、うん、じゃあ黙ってするのと音読となんか違いって感じた？いやもうなんか頭に入ってくる量っていうか集中力が違うの。ああ喋ってたら黙ってたらもうなんかその解いてる時とかもそうなんですけど、うん、どうしてもなんか意識飛んじゃったりとかするまあそうやな。僕も黙っとったらもう違うこと考えてる場合が多いよね、はい、ずーっと読んどってもはぁと思ってなんかちゃうこと考えとったりとかさ、でああ気がついてああガンガンガンとかなるから、まあ、多分喋った方が集中力多分持続しやすいし、あとはあのちっちゃい子供がさこれはこうでああでとか言ってるやんか、はい、多分考えがまとまりやすいんちゃう喋った方が。ちっちゃい子供なんか黙って考えるってもさ、うん、黙ってへんやんか。だから多分喋った方がね考えまとまりやすいから、まあ実際入試の本番では音読できひんからこう黙読の練習もしとかなあかんねんけど、はい、まあ、練習の段階では音読の方がそれは頭残りやすいし記憶しやすいよな絶対。まあ、あんまりあの人がおるとこでできひんからさ、ちょっとどっかそこテラス行った。ああ行ってましたね。あそこ吹き合いの女の子もそれおったわ。あそうなんですか、うん、それとかあと東遊園地ってやっとこったかな。東遊園地市役所のちょっと横の、うん、あとこれ真っすぐ行ったら坂本龍馬のなんか海軍総連所の怒りがましてる。ああなんか聞いたの。あそこで座ってやっとこうと思ったかな。だからまあどっかみんな喋れるとこ見つけてやってる感じだけど、じゃあそれで大学受かりましたと、はい、で今大学生活ちょっとコロナがあったからあんまり行かれへんと思うけど、はい、どんな感じですか？いやなんかいろいろ真面目に思ったより真面目に頑張ってるって噂を聞いてるけどいやまあその何やろな、まあ、普通にその勉強、うん、大学の勉強っていうのと別に小学部やんね。はい、うん、そうです。でその小学部の公認サークル、うん、公認研究小学部がやってる、うん、そうですね、官学の官学の公認のサークルやね、はいはい、だからこうチャラチャラナンバーサークルで違うっていうことやからね。うん、
なんかそこで会計研究会っていうのが入ったんで、なんか先輩が行ってるっていうのもあって、そこ僕の時代やったらなんか秘密結社っぽかったんけど、喋れる範囲でからなんか勉強は用意してるってイメージがあんねんけど、いや、勉強、まあそうですね、まあ基本はその3回生の人が先生っていう役者になってくれて、簿記の授業をしてるんですよ、でそれで6月の3級、それから11月の2級の検定を、なんか合格できるようにっていうふうに、大学1年生の、そうです、これ大学1年生の秋の11月で2級合格目標、はい、それかなりハードル高い気がするねんけど、すごいよね、それは。ああ、そうですね、普通になんか大原とかいう、専門資格の、そうですね、とか行ったら、もうお金もかかっちゃうし、そうやんな、時期も長いと思う、まあ、実際去年、うちの塾でバイトしとった、県立芦屋高校の M 川君、先輩だね、うちの塾出身やし、はい、あの子も大学1年の秋に2級取ったはずやんか、ほんで、その後そのサークルのちょっと偉いさになってるの。ああ、そうですね。まあ、実際に生徒に教えるっていう役職になられてました。で、大学1年生に簿記の授業を教えるという役職なんで、はい、で、サントリーとか NTT に泣いてもらってるから、まあ、それは実績がちゃんと簿記の授業をね、取って、で、ちゃんとそのサークルの中でこう教える役職ついていってて、まあ、そういったこう目に見える実績を、ね、目に見える形で実績積んでいったら、まあ、就活のため関係なく、もう自然と就活強くなるわ、普通は。でなんかこう勉強ばっかりのイメージだけど、なんか実際楽しいこともあるの？ありますね。なんか先月とかはなんかその会計研究会の中で香川県とか旅行行って、それが遊びの旅行で、そうですね。じゃあもうずっと勉強ばっかりじゃなくて、なんかイベントとか楽しいこととかそういうのも一応あるんで、はいはい、まあまあそれはすごいね、オンとオフがあっていいと思うし、じゃあ友達とかもいっぱいできた？あ、まあそうですね。そう、実際大学でね、そういった部活がサークル入らなかったら友達なかなかできんよね。いや、ほんまにできないと思う。できんよな、高校とちゃうもんな。でも授業だけやったらほんまに3人とかじゃん。そうだよ。だから時々ね、LINE で相談があるの、ね、友達ができないんですって。で、なんかやってるって言ったら何もしてない。いや、それはできひんでって。だから高校みたいな感じ違うから、なんか積極的になんか部活かサークルかなんかね、自分で飛び込んでいってやらんかったら。でも逆にそうなったら、そこの先輩らがみんないとこ就職してるわけやから。先輩の話も聞けるわけでしょ。 OB とか来る？いや、まあ来ますね。まだどんなとこ就職してとかそこまで知らん。あんまり聞いてはないです。まあそのうち多分分かると思うわ、はい、大学2年3年になっていったら、まあ今よりももっと OB の人と喋ると思うから、でそんな会社そんなすごいとこ就職してるんやとか思うと思うから、まあ実際さっき言ったあの検査の M 川君は、まあ、もうどこか分かってるやんか、はい、でだからまあいろいろ OB 訪問せんかっても実際直接話聞ける、まあ、チャンスがいっぱいあると思うから、と頑張って続けて、はい、まあ、そこでも活躍して、はい、まあ、大学4年間充実させてもらったらいいと思うわ。じゃあちょっとこれ第1回目やから、はい、あの上原君いろいろあの身のある話をしてもらって、まあ、いろいろ大学生の生活参考になると思うんで、はい、じゃあこれからもちょっと頑張ってください。はい、という感じで僕的にはこれすごくうまくいってますわ。すごい長くされる。